このタイトルはオーディオブック用に AI 生成された合成音声で朗読されています。あなたは小さい頃どんな環境で育っていましたか？幸せで愛情満ちた温かい家庭で育っていたら、おそらくこのようなテーマとはあまり縁がないかもしれません。私はこれまでに母親から受けた精神的な抑圧による心の傷があり、成長してからの私を苦しめました。そのことで自分の言動が大きくコントロールされてしまっていることがありました。そうした人をアダルトチルドレンと呼ぶのだと知ったのは大人になってからでしたが、自分にとてもよく当てはまることに驚いたものです。そして今でも少し幼い頃の記憶にとらわれて悲しくなることもありますが、長い時間をかけて自分らしく生きられる道を探り、物事が好転していきました。本書は何らかの家庭内のトラウマを抱えて自分の人生を大いに楽しめているような気がしない人、つい常に誰かの期待に応えてしまうような傾向にある人を対象にしています。アダルトチルドレンから脱却するには、心の癖のようなものから意識して離れるようにし、またそれなりに思い切った行動をする必要があります。この本を手に取る皆さんが少しでも辛い記憶から解き放たれ、本来の自分を取り戻せるようになることを願っています。第1章、幼少期の記憶にあるもの。まずはじめに私自身の話で恐縮ですが、幼少期の記憶からどのような家庭環境にあったのかどうかをたどっていくことにします。幼い頃の私は物静かで、あまり多くを語らない子供でした。思いついたままにおしゃべりをするような朗らかな女の子にありがちなタイプではなかったようです。とはいえ何も考えていなかったのではなく、人並みに質問もしたり、大人や友達に話しかけられたら答えることもしていました。よく周りを観察していて、幼稚園に入るとクラスのお友達の名前や背の順、家がどこにあるか、誕生日などもしっかり把握していました。絵もどちらかというと見たままに丁寧に描き、お遊戯は指先までしっかりピンと伸ばして真剣に踊りました。きちんとやらない友達を不思議に思っていました。おそらくそういう気質は父親譲りだったようで、母からはよく苦々しい顔をしてパパそっくりと言われていました。母は父とはお見合いで結婚したものの、無口でなかなかプロポーズをしない煮え切らない態度の父に一旦は別れを切り出したようです。そのことから慌てて結婚という流れになったとのこと。結婚してからは父の家族や親族との雰囲気に馴染めなかったようで、よく愚痴ばかり言っていました。母には東北なまりがあり、それを義母さんはバカにしたような顔をする。義理の妹は何かお土産を持って行ってもふんっていう態度。あの家は暗くて大嫌い。父の実家に行ったら行ったで、帰り道はいつもものすごく不機嫌。一人でブツブツと独り言を言い、家に帰ったら父に向かってこんなことを言われた、あんな態度だったと文句を言い続けていました。父は黙ってそれを聞いていました。きちんと話を聞いて共感するわけでも怒るわけでもなく、スルーされているように思えたこともまた母にとってはあまり良い感情を持てなかったのかもしれません。私に対しても父の面影を感じるのか、父に直接言えない言葉マイペースで、全然すぐに動かない行動が遅い、バカにしたような口調をするという言葉をよく投げかけられていました。物事にあまり動じず静かで落ち着いた環境を好む父と、広い田舎でみんな大きな声で言いたいことを言い合う母とは、今思えば一緒に住むにはいろいろと大変だったのでしょう。父はいつも無言で、もしくはテレビの方を向き、お酒を飲みながらゆっくりと食事をしていました。父はお酒が入ると少し陽気になったので、私にとっては口数は少なくとも2人で話をする時間は楽しい一時でした。そんな時、母は大抵キッチンで料理を作り続け、あまり座って一緒に食べたり笑い合ったりするようなことがありませんでした。そして気づいた時には小学校受験をすることになっていて、たまに幼児教室に通いました。私はそこではそんなに出来の良い方ではなかったようで、お話を聞いてその通りに5つの丸をクレヨンで塗るテストを受けた時、お友達と塗った色合いが全然違っていたことを覚えています。おそらく私は目で見たことを多く記憶し、人の話があまりきちんと頭に残らない子供だったようでした。表参道の駅で紀ノ国屋で買い物をした後、サンドイッチを持っていたので表参道みたいと言ったら、母が珍しくケラケラと笑ったのが印象的でした。またある時は車に乗っている時に高速でカーブに差し掛かると、一つずつ交互に並んで点滅している注意の信号があり、そのリズムがたまたまかかっていた AM ラジオの軍歌みたいな曲と全く同じリズムを刻んでいて、そのことを口にしたら、すごい、本当だわ、
この子は天才かも、と大いに褒められたのでした。あとは、おばがいる時に好きな色は何色？と聞かれ、ビリジアンブルーと答えた時とか、たまたま何かで見て知っていたようで、そのことをこの子は何てこなの？と得意げに話すおばに嬉しそうでした。明るく嬉しかった記憶はそのくらい、大抵は思い出されるのは苦い記憶です。マイペースすぎる、遅い、と愚鈍な扱いをされて、ストップウォッチを片手に常に時間内に動くように仕向けられていました。私には私のペースってものがあるのに、なんてことは言えず、陰でそっと泣いていました。母のタイムスケジュールに合うように常に忙しく動き、回り、甘えたり、わがままを言ったり、何かをせがんで大泣きしたりするということがなかったので、そういう子供が少し羨ましかったです。少しして弟が生まれました。弟は4月生まれでよくでき、母に似たところもあるので可愛いようでした。2人で同じことをしても、姉ということで怒られた時はなんで、と思っていたものです。とはいえ、私にとっても弟は可愛い存在で、弟もよく慕ってくれたので2人でよく楽しく遊んでいました。弟がいなかったら、私はもっと暗く、精神的に一人ぼっちな子供だったかもしれません。無事に小学校受験も終わり、母が最初に望んだところではなかったものの合格したので、母はとても嬉しかったようでした。私は近くに小学校が2つもあるのに、1時間も遠くにある学校に通うことに最初は違和感がありましたが、制服もお友達も気に入り、また一人で電車やバスで行動することも好奇心が刺激され、電車オタクのようにいろいろな駅名や漢字を覚え、駅員さんとも仲良くなってよく使用済みの切符をたくさんもらったりしていました。時にはチェルシーという飴を食べたくなり、もしもの時の小銭を使って駅の売店でこっそり買っていました。ある時はバター味、ある時はヨーグルト。声をかけてくれた水商売風のおばさんや、違う学校の友達と電車内での交流もありました。こうして、学校や行き帰りではのびのびと楽しく過ごし、家に帰ると母の目まぐるしいスケジュールでおとなしく過ごしました。習い事4つ、ピアノと水泳とそろばんと書道、何もない日は火曜と木曜のみ、どれも自分がやりたいといったものはありません。この中でそろばんは、ボール紙を丸めて机を叩くおばさん先生に激励され、常に緊張が走っていたものの、向いていたようでどんどん級も上がっていきました。けれど、4年生くらいの時に原価計算などの応用問題で、詳しく教えてくれる人もいなければ、誰かにうまく聞くこともできず、壁にぶち当たりました。こうして初めて2級の試験に落ちたことで大きなショックを受け大泣きし、自分の理解力の限界を感じてやめることになります。ピアノは先生がヒステリックで笑顔が少なく、発表会のドレスもギラギラしていて嫌いでした。けれど、他の先生に移りたいなどということもできず、だらだらと10年続けました。水泳はバタフライが泳げるようになりやめ、書道だけが一番の憩いの時間でした。今でもやりたいと思えるのは書道だけです。字が綺麗で褒められるようになったのはこのおかげなので、書道を習わせてくれたことには感謝しています。母は料理を毎日しっかりと作ってくれましたが、毎晩家でご飯を食べる父のため、肉と魚のおかずが必ず毎日食卓にありました。品数も多く、料理番組や本のレシピもしょっちゅうチェックしてキッチンによくいましたが、料理を楽しんでいるというより、あなたのために作っているのだから食べてよ、と脅迫観念に駆られているようでした。食が細めで少しでも箸が進まないと、せっかく時間をかけて作っているのに食べないなんて、と毎回言われていました。ただ、好きなおかずのメニューを喜んで作ってくれる日もあり、そういう時はたくさん食べる私を見て嬉しそうでした。後に、今日はご飯作るのが面倒だからてんやものでいい？という母親がいたり、娘の友達が遊びに来てもこんにちはと顔も見ないでソファに寝転がってゼリービーンズを食べてテレビを見ている母親を見て、ものすごく驚いた記憶があります。とにかく本も読むように強制され、本ならいくらでも買ってくれました。本が心底好きで読むというよりも、難しめな課題図書をとにかくたくさん読むことで母の虚栄心を満たしていたのでした。ボキャブラリーは本で増えたので作文は割と好きでしたが、相変わらず人前で発言することは苦手、特にたわいもないおしゃべりが苦手でした。小さい頃から、私が言葉を発すると遮られ母が何かを口にすることも多く、きっと余計なことを言わないように、ということと、反応が遅くてまどろっこしかったのでしょう。何か言えば、後から私の発言についてぐちぐち否定され、もう母に自分の気持ちを話すことも、会話をすることもだんだん恐怖に感じていたような気がします。
話さないことで自分を守っていましたが、お友達にはよく好かれました。聞き役に徹することが多い上に、いざという時にアドバイスができたのです。お友達の愚痴や悩みに共感したり解決したりするのがだんだんと自分の役目のような感じになっていきました。この傾向は中学、高校になるに従って強くなります。一つ変わったのは、私の中で反抗期を迎えたこと。母の暴言に反抗するようになりました。当然さらなる暴言が返ってきましたが、母の言う言葉の一貫性のなさや説得力のなさ、愛の少なさに気づいてしまいました。そして可愛げのない思春期は、家にいる時はほとんど自分の部屋にこもっていました。時々お菓子を含めて過食となり、たくさん食べては吐いていました。ところが母は私が中学に入ると仕事を始めたので、土日も家にいないことが多く、私にとっては家が逆に安らげる場所になりました。そしてそれは弟にとっても。ある日夜寝る時に弟がぽつりと、お姉ちゃん、この家おかしいよ、と言ったのでした。それから二人でいろいろとどうおかしいのかを話しながら寝ました。弟は一時将来を悲観し、部活もバンド活動もちょっと入ってはさっさとやめて、引きこもりのように部屋で寝てるか漫画読んでいるかという時期がありましたが、思うことはそれなりにいろいろとあったのかもしれません。第2章、アダルトチルドレンとは。アダルトチルドレンとは、幼少期を機能不全家族の中で育ち、大人になってからも子供時代に受けた心的ダメージを抱え、いろいろな場面で社会的な生活が困難となっている人々のことを指しています。もともとはアルコール依存症の両親の下で育てられ、成人した人たちを指していたのですが、現在では機能不全家族の環境で育った大人たちという定義に変わっています。家族として機能しているとは言えない環境に適応することで、何とか子供時代を生き延びるものの、思春期を過ぎてから感情や行動の面で障害を発症する傾向があります。やがてそのような特徴はアルコール依存症の両親の下で育った子供以外にも見られることが発見され、アルコホリックの家庭以外のケースもアダルトチルドレンと呼ぶようになりました。機能不全家族とは、家族がお互いに思いやりを持って助け合うという正常な家庭の機能が損なわれている家庭を指します。具体的には以下のような傾向があります。は、親の愛を受けるために常に親の意向に従わなければならない。表向きの家族の見え方を気にするあまり、家庭内のことが愚かになっている。夫婦関係が悪くて喧嘩が絶えない。親が情緒的に成熟できていない。家庭内の誰かが存在を否定されたりバカにされたりということがある。過保護、子供に対して過剰な期待をかけて甘やかす。自立の機会を与えないといった過度の干渉。親が感情を制御できずに子供に当たる。 DV、 虐待、アルコール、薬物、ギャンブルなどの依存症を持った家族がいる。親が子供を育てるという自覚がなかったり、子育てというものを全く理解できていない。親が子供を自分の所有物と認識している。私がアダルトチルドレンという言葉を知ったのは成人してからだったかと思いますが、その前から少し生きづらさを感じていました。旗からは表面上はうまくいっているように見えていたと思いますが、相変わらず家の中で安らげるということはなく、気がつくと怪しげな講義や占いや宗教的なものに首を突っ込んではその様子を話す母の精神的な重りをしていました。時には一緒に行って私の方から怪しいからもう行くのやめた方がいいと伝えたこともあります。母もおそらくアダルトチルドレンだったのでしょう。学校の友達が常識的で何の問題もなく幸せな家庭の子が多いように思え、自分の家庭のことはあまり話せませんでした。そして進学校だった学校が次第に面白いと思えなくなり、塾の友達と遊んだり、同じように心に傷を持つようなボーイフレンドと長電話をしたり出かけたりしていました。将来の夢も希望も見えず、ただ日々を刹那的に過ごし、嫌なことから逃げていたような気がします。そうした中でアダルトチルドレンには以下のような傾向があるということを知り、まさに自分のことを言われているように思えて、頭に電流が走ったような思いでした。 1. 周囲の期待に過度に合わせて演技する。周囲の期待に応えるべく自分のことを過度に抑制し、辛くても我慢して合わせたり演技したりする。 2. 甘え、愛情、依存、執着の区別がつかない。異性に対して異常に接近して距離感がつかめずうまくいかない。恋愛では相手に全て合わせる傾向がある。自分のペースを保てないため苦しくなる。 3. 恋愛では自分に合わない相手を選ぶ。恋愛で依存できる相手を選ぶため
結果、ふさわしくないパートナーを選択してしまっている。 DV やモラルハラスメントな人、自己中心的なパートナーを選択する傾向がある。 4. 楽しむ、遊ぶことがうまくできない。自分を抑えて育ってきたため、楽しい時でも周囲の様子を伺いながら適切な役割を演じようとする傾向がある。 5. 真っ向からノーと言えない。相手の期待に応える癖がついているため、辛くても YES の返事をしてしまい、後で苦しんでしまう。 6. 自己批判、自罰傾向がある。好ましくない事態は自分の努力不足と判断し、自分へ罰を与えてしまうことがある。 7. 自律的な思考判断の欠如、他者依存、他人の承認を求める。依存相手に何事にもこれでいいといった承認を得るようになってしまう。自分の意思で何かを決めることが苦手で、判断をするときに相手の考えや期待を確認しようとする。期待に応えるために自分らしさを抑え、結局自分らしい判断ができず、判断をしてくれる人がいつも必要になる。 8. 喜怒哀楽の表現が下手。自分の喜怒哀楽は期待に応えるためには不要と考え、感情を抑え込みがち。限界に達すると感情の爆発に至ることがある。 9. 被害妄想を持つ。常に論理的な思考で答えを探しているので、うまく答えが見つからない場合、まだ問題が起きていないのにうまくいかない、自分が責められていると考える傾向がある。 10. 無力感や心身症に陥る。自分の気持ちを抑える癖があるため、抑えすぎて本音がわからなくなってしまう。それが悪化すると心身に何らかの影響を与える状態になることがある。私は受験や就職の際、本当に自分のやりたいことや好きなことを見出すことができず、恋愛でも相手との距離感がうまく取れないことがあったりしました。また母に相手との占いでの相性から本人に愛もせずに交際を否定されるといったことが続き、抑うつ状態となりました。さらに身体を壊して入院したりということもあり、自分はこれからどうしたら幸せになれるのか、本当に心身ともに縛られずに解放されたいということを強く意識するようになったのです。それはアダルトチルドレンという言葉を知ってから行動に移すまで10年近くかかっていました。第3章、アダルトチルドレンからの脱却。それではアダルトチルドレンであることを自覚した場合、どのようにしたらその状態から脱却できるのでしょうか。これは受けた傷の深さもあって一概には言えないのですが、辛い気持ちをなかなか周りの人に話せず、どうしても当時の記憶が蘇って辛い状態にある場合は、一人で悩まずにまずは専門家の力を借りることをお勧めします。具体的にはまずはカウンセリングなどでじっくりと時間をかけて話を聞いてもらったりするということが有効のようです。アダルトチルドレンは人の話を聞くことに慣れているものの、自分の本当の気持ちを話すのが苦手な傾向にあります。なのでカウンセラーの人とのやり取りが最初の1回で済まない場合があるかもしれませんが、その場合はどのような切り口でも構わないので、とにかく話せることから少しずつ話してみましょう。私は最初はやはり辛い記憶は心の奥底にずっと沈んでしまっていたようで、当たり障りのないことからしか思い出すことができませんでした。でも数回のうちにだんだんとおぼろげに思い出された記憶の中から、その時どう感じたのか、本当はどういうふうに声をかけて欲しかったのか、などということを素直に感じ、話すことができるようになっていきました。時には無力感とともに、怒りも込み上げてきました。このことは本当に自分にとって、これまでの自分から脱却して、新しい扉を開くことができたような気持ちがした出来事でした。そしてカウンセリングによって、客観的に自分の家庭観に合った問題を見ることができた後は、以下の5つのようなことを実践していきました。1. やりたくないのにやっていることを書き出し、やめていく。基本的にやらなくてはならないことというのは、主婦になった自分には掃除、洗濯、料理などの日常のこと。働いている場合は、会社でのタスクが主になるかと思いますが、それ以外の時間を自分が本当にやりたいことに対してどれだけ有効に使えていたか、というと大きな疑問がありました。アダルトチルドレンは誘われるとなかなか断れない傾向にあります。ゴルフが趣味の主人から一緒にコースを回りたいと言われ、勧められるままにレッスンに習いに行っていたけれど、ストレスがたまる一方でした。またママ仲間から来るおしゃれで高額なランチのお誘いや、お料理サロン、お皿やアクセサリーの作成などもたまには気分転換にもなり嬉しいですが、頻繁になると言った後に少し後悔が残っていました。もっと自分は一人でふらりとドライブをして温泉に行ったり、映画を見たり、
歌を歌いたかったのでは？自分を見つめ直す時間にどれだけ割いているのだろう。そして時間というものが人生において限られていて、少しずつ年を重ねた時に何が残るだろうと考え、少しずつ理由をつけたりして断っていきました。ある日は主人からのランチの誘いと、友人からのフラワーアレンジメント店の誘いと、母から実家に来ないという誘いが同時に来ていました。以前の私だったら無理やり全部スケジューリングして行っていたのですが、洗濯も溜まっているし、家のことがおろそかなので今日は家にいて家事をしたいと、3つの誘いをすべて断ることができました。本当に家から一歩も出ませんでしたが、とても精神的にはリラックスすることができました。それからついあなたにぜひこれをお願いしたいという仕事の誘いが来ると、断れずに自分の仕事を増やしてしまう傾向にありましたが、それも思い切って減らしていきました。2、会いたくないのに会っている人に会うのをやめる。前述のこととも少しリンクするかもしれませんが、人に会うとき会っていて楽しい気分になる人、なんだか神経をすり減らされる人、いろいろいると思います。以前は私に会いたいと言ってくれる人には誰でも時間を作って会っていましたが、会っても結局はほとんど聞き役になってしまい、相手は気持ちよく帰り私はということがありました。それでも相手が喜んでくれるのならと思っていたのですが、ある時会話の内容をふっと思い返してみると、ほとんどが家庭や仕事などの愚痴か、子供の自慢話、ビジネスの売り込みの話、数少ない昔からの親友数人だけが心底私を気にかけ、楽しい会話を引き出してくれているということが分かったのです。それ以来相変わらず連絡をしてくれる人の相談を聞くことはありましたが、あえて時間を作って会うということは減らしました。一時は自分のモチベーションアップのために企業をしている人たちの話を聞きに行ったことがありました。本当に魅力的な人たちも多かったのですが、自分のことを強くアピールする人たちに疲れ果てて、集まりにも足が向かなくなりました。思えば自分が発信できることが少ないと周りから影響を受けて意識が上がるというより、逆に自信が持てなくなります。根本的な内面の部分から健康であれば、自然と同じような意識の人たちでいることができて、そこから良いつながりもできてくるものだと言えます。まずは会いたくないのに会っている人に会うのをやめてみましょう。 3. 持っていて嬉しい気持ちにならないものは極力手放す。ものが多すぎるとき、人は自分の判断力が低下することがあります。大量に部屋にあふれかえったものを見て片付けをしようという気持ちが萎えてしまうことがありませんか？もともとアダルトチルドレンには自分の意思で何かを取捨選択していくということが苦手です。私も友達との大量の手紙のやり取りや写真などの思い出のものや服、プリント類、いただき物の置物や小物などの雑貨類を全部取ってあり、部屋は混沌とした状態でした。自分でもこれが本当に気に入ってるというものではないのに、置いたまま埃をかぶせ、大事にしているどころか単に放置している状態になっているものがいくつもありました。ようやくこうしたものを減らしていこうと心底決意していけたのがここ数年のことです。子供と一緒に本当に気に入っているもの以外は捨てたり売りに出したりしました。私はもう必要がなくても誰かが必要としてくれて使ってくれるというのは、ただ捨てる時よりも少し心が豊かになるものです。物が少なくなったことで収納スペースのゆとりだけではなく心のゆとりも生まれた気がします。ぜひ極力必要ではないものは減らしていきましょう。4. 共感してくれる人を探す。なかなか自分の中で感じている家庭の違和感をうまく誰かに伝えるというようなことは難しいと思います。言っても分かってくれない場合もありますし、やはりどこかで親なりに一生懸命に会ってくれているのだというような、親をかばうような気持ちがあり、本当のことは言えなかったりします。私は時々友人の母から私のことを褒めてもらうことがありましたが、その度に母がすかさず大したことないから、この子表面と中身が全然違うのよと一見謙遜めいた否定をして、私の心を曇らせました。それでも何も言えなかったのは、自分でも褒められるに値するというような自信が持てていなかったから、謙遜の言葉すら言えなかったのでした。このことを大きくなってから友人に話すと、そういうこと私もあったと自らの体験談を話してくれて、とても救われた気持ちになったのを覚えています。
また同じように家庭に違和感を感じていた弟と気持ちが通じ合えていたことも幸いでした。私の恋愛に関して親戚の皆がいる時に言った母の言葉に、おじがなんでそんな言い方をするんだ、それじゃあまりにもかわいそうじゃないかと言ってくれたことも、分かってもらえて涙が出るほど嬉しい出来事でした。共感してもらえる人がいるというのは、そうか、自分だけが一人ぼっちではないのだというように、油断すると底なし沼に落ちていきそうな気持ちを引き上げてくれるようなものでした。5. 自分の好きなこと、得意なものを見つけ、それを表現できる場所を探す。自分は常に忙しく、絶えず緊張の中で日々を過ごしていたこともあり、自分の好きなことを追求する時間があまりありませんでした。けれど、友人と文通をする中で、自分は書くことが好きで、文章でならまだ自分の気持ちを伝えれるのだということが分かりました。書道を続けていたことで字の綺麗さを認めてくれる人も多く、重要な局面で大字を書いたりすることを任させたりしたことも自信につながりました。また身体を動かすことは苦でなく、スキーは両親はしないのですが、友人の別荘に泊まらせてもらい、よく一緒にスキーをしてどんどん上達していきました。今思えば、家庭内で認められなくても、外で少しでも自分の何かを認めてくれる人がいるということは幸せなことだったのだと思います。そうした場所をぜひ持てるようにすることをお勧めします。第4章、期待できる変化。これまでアダルトチルドレンからの脱却のための方法をいくつか書いてきましたが、それによって期待できる変化はどのようなものがあるでしょうか。これまでの自分を客観視することで、親には親の感覚があることが理解できる。すでに起きてしまった自分の家庭環境における過去は変えられないけれど、自分自身の未来は変えられます。環境を変えようと思うのではなく、そうした環境にいた過去の理解し、誰かに本当の自分の気持ちを知ってもらい、共感してもらい、して欲しかったことをやってみて、過去の自分を癒す時間を作るのです。そうすることで、親の所有物だった自分から脱却し、自分の人生をしっかりと歩んでいけるようになっていきます。自分は自分のままでいいのだと自分を肯定できるようになる。これまでの過程では、本当の自分を抑圧して自分の気持ちを押し殺して生きてきたことでしょう。そのため、自分の過去を消化するということが大切になってきます。ゆっくりと時間をかけて、そのことで少しずつ自分は自分のままでいいのだというような安心感が生まれ、誰かのためではなく、自分が心底やりたかったこと、好きなことに取り組んでいけるようになります。第5章、最後に。以上、アダルトチルドレンからの脱却について詳しく見ていきましたが、いかがでしたでしょうか。これまでに挙げた方法を改めて振り返ってみましょう。初期段階では専門家の手を借りることが大事。その後、やりたくないのに合っていることを書き出し、やめていく。会いたくないのに合っている人に会うのをやめる。持っていて嬉しい気持ちにならないものは極力手放す。共感してくれる人を探す。自分の好きなこと、得意なものを見つけ、それを表現できる場所を探す。とはいえ、親子の縁は簡単に切れるものではないので、ひょっとしたらこれまで長年苦しめられてきた親にまた会うことによって、せっかくの上向いた気持ちがそがれるようなことがあるかもしれません。そんな時は、会いたくないのに会っている人に会うのをやめるという方法が有効です。物理的に会う時間を減らすのです。そのことで罪悪感を感じてしまうことがあるかもしれませんが、会えばまた同じことの繰り返しになるでしょう。それくらい思考の癖というものは強力です。どこかでもこれまでの自分から解放され、変わりたいんだと強く願うことが大切です。生きていくことは辛いことばかりではありません。自分の気持ちの赴くままに自然にワクワクすることをしていくことから、素晴らしい出会いが生まれたりします。限られた時間をどうか有効に、自分だけの楽しみのために使うことを十分に意識していきましょう。後書き。私がこの内容を書こうと思ってから、少し自分の気持ちに変化がありました。本当ならばすでに消化できていることで、もう大丈夫と客観視してスラスラ書けると思っていたのですが、無理でした。特に幼少期の記憶をたどっている途中で進まなくなってしまったり、どうしても思考が停止してしまい、うまく文章にならない時がありました。そう考えると、まだまだ完全に自分の気持ちが変化しているとは言えず、あと 10% くらい自分らしさを抑圧している部分があるように思えます。これはもうライフラークのような形で、私のこれからの人生には必要となってくることでしょう。とはいえ、明らかに目に見えて心身ともに健康となり、
何よりもノーと言って自分の時間を作るようにできた。そしてそのことに罪悪感を感じなくなったというのはとても大きな進歩だったと思います。そしてまだ母も存命していて、病気の父のところに行って会う機会もまだまだあります。時々嫌な記憶が蘇ってきたり、何とも言えない気分になることもありますが、あまり引きずらずに対処できるようになっています。母も母なりに苦しんでいたということが今になっては分かりますが、解決へのアプローチ方法は私と全く異なっていたことと、母は自分の生い立ちをなかったことにして未だに辛い記憶を持った自分を封印しています。そして今でも私が母の精神的な重りをする関係はあまり変わっていません。一緒にいてもっと母の気持ちが楽になればいいのにと思うこともありますが、もはやそれは難しいのでしょう。母が亡くなった時、私はどのように感じるのでしょうか。ただ今こうしてまだ自分の子供が小さいうちに少しでも気持ちが変化して負けの連鎖を引き起こさずに済みそうなことは幸いでした。世の中では目に見えないところで様々な機能不全家庭が存在していることと思います。これからも早いうちにそのおかしさに気づき、世の中で不幸な親子関係が少しでも減り、幸せになれる人が増えることを強く願っています。